皆さんこんにちは、大樹です。またうちのスクールの、卒業生の方が、本を出しまして、で、今回結構ドストレートなコーチングの本なので皆さんにもご紹介しておきます。まあ、去年の12月なんですけどね、出たのね、スポーツメンタルの科学。まあ、この本のね、監修をしているうちの、まあ、3人がうちの卒業生、まあ、あとはアスリートだったり、まあ、指導者の人だったり、一緒に書いてるようなんですけれども、非常にね、面白いね、というか見たこと、まあ、目的論だとかなんだとかね、それから、技術的にはなんかポジションチェンジを使ってとか、それからタイムラインに沿って視点を変えるとか、なんか、見たことのあるようなね、なんか、あとどこだっけな、とか言ってね、まあ皆さんちょっと買ってみてみて、あった、目線切り替えマップとかなんかいろんなことが書いてあって、面白いんですけども、なんかね、そうそう、これよく平本さんなんかがね、教えてくれてたんですけれども、今のね、体の状態10点満点で何点かな、心の状態10点満点で何点かなと、でスケーリングしてみて、でその点数の理由を探してみて、でなんか今より1点上げるためにできそうなことをやってみてとかね、これやっぱりアスリートにもね、まず自分自身の状態気がついてもらいながらそこから考えてもらうっていうんでよく使ってるんですよ、みたいなことをねご紹介してますけども、実は別にアスリートであろうが我々であろうが、この体っていうものを使ってですね、そしてそれが心の状態によって左右されてパフォーマンスが変わる、結果が変わっちゃう、それが人生を作っていくっていうことは何ら変わらないわけですから、ぜひなんていうのかな、アスリートはこれそれを突き詰めてやることでね、今日このパフォーマンスがすごいすぐ結果に結びついて問われちゃうという世界にいるから、だからいろんなことをやってみるんですけど、で彼らがやってることから学べることもいっぱいあるので、そのアスリートが使ってくれてるコーチングというかね、まあ、もしくはアスリート向けのコーチがやってるコーチングっていうものから、やっぱりね学ぶこといっぱいあっていいんですよ。でアスリートはただパフォーマンス出すことをコーチに望んでるだけじゃなくて、やっぱりねしっかりモチベーション上げるとか、明確な目標を持つとか、それから自分のねスキルっていうものをこう、作り込んでいくね、技術的にもこう発達していくね、スキルアップしていくみたいなこと、でね、やっぱり人間関係も大切だから人間関係のことを扱っている。だからスポーツメンタルの中にもポジションチェンジなんてね、人間関係の技法が出てくるんですよ。ですごくね図表がいっぱいあって、全体像がいろいろ学べるので面白いのでね、ぜひ参考にしてみてください。ということで、今日もこんな感じで。